モーゼス・フリートウッド・ウォーカーは、アメリカ合衆国をイオ州、マウント・プレザント出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウ弟のウェルデイ・ウォーカーと共に、メジャーリーグで最初にプレーしたアフリカ系アメリカ人とされている。マウント・プレザント初の黒人にし、モーゼス・ラブ・リュー・ウォーカーと白人の母の息子として生まれる。1878年に、オーバリン大学に入学し、 1881年には学内の野球チームでプレーしていた。1882年にミシガン大学に転学し、そこでも大学の野球チームに在籍していた。1883年に当時マイナーのノースウェスタンリーグに参加していたトレドブルース・トッキングスと契約し、チームの保守を務めるようになった。同年8月10日、 トレドは当時キャップ・アンソンが率いていたシカゴ・ホワイト・ストッキングスとのエキシビションゲームの開催を行おうとしたのだが、その際ウォーカーが出場するトレドとの試合をアンソンが拒否しようとする出来事が起きている。ブルー・ストッキングスは1884年にアメリカン・アソシエーションに加盟。ウォーカーはこの年の5月1日の試合に出場。アフリカ系アメリカ人として初めて メジャーリーグに出場した選手となった。トレードの主力投手だったトニー・マレーンは、ウォーカーの能力を高く評価していたものの、黒人は嫌いだから、彼のサインは見ずに、好きな球を投げていたと語っている。ウォーカーは、この年保守として41試合に出場するが、シーズン中に鎖骨を折る怪我をしてしまい、それ以降残りの試合に出場できなかった。またこの年、 リーグ最多となる72のホイツを記録している。所属していたブルース・トッキングスが破綻した後、ウォーカーは翌1885年以降、クリーブランドやウォーターバリーなどのマイナーの球団で野球をしていた。1887年にインターナショナルリーグでジョージ・ストービーと組んだバッテリーは、アメリカのプロ野球史上最初のアフリカ系アメリカ人同士のバッテリーとしても、 知られている。ただ当時はメジャーリーグやマイナーリーグで徐々にカラーラインが作られアフリカ系アメリカ人の参加を制限するマイナーリーグも増えていった。ウォーカーはそれに追われるように1889年までマイナー球団を転々としながら野球選手として活動していた。最後に所属していたシラキューススターズは1890年にメジャーリーグに 加盟するが、それはウォーカーがチームを離れた後だった。野球選手を引退した後の1891年4月、ウォーカーはシラキュースで白人の暴漢グループに襲われ、反撃した際グループの一人にナイフで致命傷を負わせてしまう。逮捕されたウォーカーは正当防衛を主張、6月3日の評決で無罪となったが、評決の日に裁判所は人でごった返し、 無罪の決定に歓喜の声を上げる者も,も多かったそうである。その後ウォーカーは1908年にアワーホームコロニー、エイトリーテス・オン・ザ・パスト、プレゼント、アンド・フューチャー・オブ・ザ・ネグロ・レース・イン・アメリカという大の冊子を出版する。アメリカの黒人にアフリカへの移住を進める内容であったという。1924年にオハイオ州クリーブランドで死去し、 同州ステューベンビルのユニオン墓地に埋葬された。ありがとうございます。